旦那様。起きてください。私の骨棒の旦那様。あ、おはようございます。旦那様。え、えっとその！私たちは明日結婚するわけで。 の、新婚っぽい起こし方なんかを考えてみたわけでしてわわわないでくださいわ私、舞い上がってますかうん恥ずかしい。 私たち、明日結婚するんですよ結婚ですよ私があなたのお嫁さんになれちゃうんですよこんなの素敵じゃないはずがありませんそうですだから 早く起きてくださいってうびびっくりしました突然抱き寄せられると思ってなくてはい私も好きです <laughs> こうして抱きしめられながら 一緒に寝そべるのってこの世界で一番の幸せですねってあれ私ごまかされてます、うん…だって起こしに来たはずなのに今。 一緒に寝てます。気のせいなんかじゃありません。ほら、現に、こうして、隣で寝てます。私のことを抱き寄せたのって、もしかして、もっと、寝てたいからですか チーチーっ <laughs> まあ仕方ないですねそんなにもう少し寝ていたいなら私もご社しますはいだって 大好きな人と一緒に寝っ転がるのはこんなに幸せですからえいいですよいつもだって寝るときは私に抱きついてくれるじゃないですか今となっては抱き枕にされていないと 物足りなくなってしまったくらいですしちゃんと責任取ってくださいね <laughs> 一度行ってみたかったんですでははいどうぞあその代わり 私も抱きついていいですか <laughs> ダメとは言わせませんけどん <laughs> 幸せですこれじゃ私まで一緒にね やってしまいますね。うーん,、うん、ダメですよ。明日の支度が。うーん、わ <laughs> かりました、うん。では、ちょっとだけ。 好き うん、しっかりした女性になりたいです今日はもう本当に明日のことを考えてしまってあ明日みんなの前で夫婦になるんだなって思うとついうっかり いろんなことをやらかしてしまってうんそう言われてしまうと私はこのうっかりを直すべく努めるべきかはたまた直さずにいるべきなのか迷ってしまいますだって もっとかかわいいって言ってもらいたいからうう <laughs> ででも目を見つめられてそう言われるとやっぱり照れちゃいますね <laughs> ですが、明日は式ですから。落ち着いて、準備をしっかりしなければいけませんね。それは、私の頭に、何かが起きれば、落ち着くかもしれないです。 その手を私の頭に乗せてもらって優しく前後に動かしてもらえればはい撫でてください撫でてくれれば落ち着いて準備ができると思いますだから 早く撫でてくださいん <laughs> ふ。満足です。じゃなかった。落ち着きます。ありがとうございます。これで落ち着いて準備ができます。 明日はいよいよ結婚改めて、よろしくお願いしますじゃあ、私は準備してきますね、旦那様はーい、どうぞ 準備、できました。見ても、いいですよ。<laughs> 私、どうですかよかった。ありがとうございます。タキシードも、 よくお似合いです改めて惚れ直してしまいますいよいよですか思えば奇妙な出会いでしたけどついに結婚するんですね私たち 人生って、本当に不思議です。<laughs> そろそろ、時間ですね。はい。では、また後で。素敵な、一生にしましょうね。